入らせてもらって4ヶ月目100で、うん、今のところ一応100は切る。おお、すごいすごい。すごいね、最高だね。220っていうところ、うん。千葉港駅から5分ですね、徒歩5分の場所にあるんですけど、なんかこの建物らしいですけど、ね、全く分かんないですね。なんか書いてるとこあるんで、映らへんですね、多分ね。うん、そこなんで行きたいなと思います。なんかここの4階らしいんで。はい、ついに4階到着しましたね。はい、じゃあ行きたいと思いますけども。なんか怖くないですか、普通に。なかなかな雰囲気ですよね。どうかな。じゃあ、先生、行ってきたいと思います。すいません、失礼します。あ、よろしくお願いします。はい、というわけで雑居ビルに入ってまいりました。確かに本当に怖いですね、はい、なんかね、なかなかね、ちょっと趣のあるというところ。バイオハザードの面で出てきそうな、よく言われますね。はい、築何年ぐらいですか。築50年ぐらいです。おー、渋いですね。それだとなんか綺麗に見えますね。いや、全然すごく広くて綺麗なんですけども、はい、なぜやってきたのかというところでお話を伺いたいんですけれども、うん、どうぞじゃあ、自己紹介お願いします。千葉ミラとカイロパラティックの押本と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。すごい爽やか、爽やか先生ですね。はい、言われたことないです。はい、初めて言いました。はい、まあ、千葉港というところで、うん、要は駅から5分ぐらいの、はい、まあ、雑居ビルの4階ですかね、うん、ここはね、はい、オープンしてどれぐらいですか。オープンして10ヶ月ぐらいです。あ、まだ1年なってないですね。経ってないです、ね、おお、実際にね、今日ここに来させていただいたということは、うん、いろんなことをね、今日お伺いできたらと思うんですけども、いろんなストーリーを、大島ストーリーを聞きたいですよ。うん、ここっていうのはもう8ヶ月前に開業される前から、よっしゃ、ここで開業するぞっていう場所だったんですか。ではないです。他にやりたいとこがあって、うん、どん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 安いとこを探して下に降りていったら、うん、ちょうどなんか全く知らない時にいいところがあるって発見してここにしました。あ、もう思い出は1ミリもないです。あの行き順が安いですもんね。そうですね。そうなんですね。こう思い出があってこことかじゃなくて、もともとは違うところで働かれてた。埼玉でやってて、全然違うじゃないですか。そうなんです。埼玉でやってて、いろいろ探したら千葉に来てしまったという。あ、嫁が千葉なんですよ。うん、あ、なるほど。さすが奥さんは。それ一番なんで、ね、開業っていうのはどういうタイミングでしようと思われたんですか。まあ、これも嫁さんの話になっちゃいますけど、うん、はい、もう千葉に帰りたいと。でももともと奥さんも埼玉に。埼玉に、うんうん、じゃあ嫁ファーストなので、うんうん、じゃあ行きますかと。なるほどね。奥さんのじゃあご希望に合わせて千葉で開業しようかってで探されてここになったと。 はい、でももともと埼玉でされてた時っていうのは結構経営はうまくいかれてたんですか。埼玉はその時は雇われですね。雇われから、うん、いつもこっちゼロスタートして、でもう一回向こうに未練があったんで、うん、もう一個向こうにもちょっとマンションでやってるっていう。なるほど。2カ所でやってるんですか。あ、そうそうそう。そういう形で、そんな、うん、え、そうでしょ。はい、そうなんです。たまにね、週に一度ぐらい戻られてるっていうふうにお伺いはしてたんですけど、とはいえ開業されたということは自信があって開業されたのかなと思ったんですけど、うん、確かに開業当初結構辛いことがあったと思うので。そうですね。出せば来るだろう。あ、ここに4階に。そうです。どうやって気づかねえやろこの4階。いや、不動産の人にもここいいですかね。うん、てん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 でした。あ、なるほど。まあ、借りてほしいけど何とも言えないみたいですね。何かはしてたんですか、集客は。その当初集客はホームページ出して、うん、本当に開業するまで何もせず、うんうんうん、無料のホームページ作って、うんうん、あとチラシオープンで巻けば、うん、ギリ来るから。あ、なるほどなるほど。でそれを実践して初月はいくらぐらい。初月はスタッフの売り上げは5万ぐらいです。おお、スタッフなんでね。スタッフなんで5万ぐらい、うん、まあおかしくないですよね、うん、だからボスがいるから、うんうん、ボスは8000円くらい。ボスが少ないから負けたという。チラシ2枚です。2枚の売り上げ。あれみたいな。そうです。結構じゃあ初月はおやおやと、まあとはいえ初月だしみたいな。まあまあまあ様子見でしょみたいな感じで、うんうんうん、大天気ですね、うん、いやそうなんですよ、来る、うん、来ると思ったんですよね、うんうん、実際にこういった本質を私の公式メルマガでは伝えていて、こちらの1万人以上の方が登録している公式メルマガでは、私が開業6ヶ月で売上2万という全くの経営初心者から9ヶ月で100万達成、1年で200万達成、その7ヶ月後には回数券を使用せず週休2日半で336万達成できた方法を配信していて、白イン集客を継続してやりきれる環境を用意しています。そして公式メルマガ登録者1万人、YouTube 登録6600人達成記念で最新ノウハウを公開しております。
最新ノウハウではチラシ&ホームページ集客、SNS 集客、この速攻型と積み上げ型を組み合わせた超ハイブリッド集客、リピート率8割超えの最強問診術、高額メニュー販売動線、継続課金モデル、秘密にされてきた思考術、疲労院集客完全攻略、合計スライド238枚、リピート率8割強を実現する24ページの特別マニュアル、私が監修したゼロから始める一人治療院経営動画教材360分、前川雅治が実際に使用したチラシ3種、誰でも実現20分1万1000円の治療を実現した秘密のポイントセミナー映像160分、これら合計15個のプレゼントを新メルマガで無料配布しています。また1万人登録記念で100万達成者が続出した特別セミナー映像 SNS 集客完全攻略55分、あらゆる条件で100万達成者が出た実践者映像まとめを配布しております。合計178ページ以上、計15個の無料特典、特別動画教材100分が欲しい方は期間限定配信ですので、消えてしまう前に今のうちにこの動画の概要欄にてメルマガ登録をしておいてもらえればと思います。そして1記事5000文字以上の記事をすでに100記事以上公開しており、現時点だけでも50万文字以上の前川雅治の初心者のための集客ブログ、治療院集客に必要なノウハウをつぶやいている Twitter、 これらを含めた計15個の無料特典、特別動画教材100分がありますので、なくなってしまう前にぜひ以下の公式メルマガから登録しておいてもらえればと思います。このあたりでまた次売り上げて上がっていったんですか？まあ、そのチラシがまたちょいちょい入ってきて、うん、まあ、ちょっと積み上がったけど、まあ、60万のスタッフは、スタッフは5万が買い付けになったんですよ、うん、あだから消化って、あ、なるほど、つらい辛いやつです。なんか思ってたのと違うみたいな。全然違うんです、ね、全然違うんです、うん、あららら。でもよくあるあるですよね。確かに、ね、うまくいかない治療院があるあるですよ、ね、うんうん、まあ、そうでもね、ホームページ作ってとかって、ね、動かれてはいたわけで、うん、ちゃんとしかもチラシも来てたということで、うん、チラシをさっき聞いて面白かったんですけど、典型的な間違いをされてたんですよね。何ですか、何ですか、もったいないと思って、はい、チラシ表面しか使わない、片面だけ。そうそう、たまに聞くやつですよね。たまに聞きます ね、 ね、なぜか片面だけっていう。でそこに大きくオープンって、オープンいくらっていうだけで、うん、それで来るんだったらまあいいですけどね。そうそうそう、すごい、うん、そうなんです、来ちゃったんで、ね、いけるかなって思います。思っちゃう、それは、はい、うん、その調子ででも行こうかなと思うとちょっと大変だなと。そうです、うん、気づいたところから、まあ、いろいろね探してくださったのかなと思うんですけど、うんうん、前川先生は結構昔から知ってはおられてたんですか？数年前に知ってた。おお、 LINE 入ってたんですよね。うん、気づいたら入ってた感じですね。ほんなら、そうです、はい、うん、多分じゃあ YouTube か何かかな、多分そうかもしれないです。で、一旦ブロックしました。これなんでですか？たまにあるですね。なんでですか？なんか何回も来てたんで。あ、通知が鬱陶しかったみたいな。そうそうそう。その頃は興味なかったんですね。その時はちょうど。うそうです。何年か前ってことは多分雇われてね、おられた時とか余計ね。うん、でもなぜこのブロックまでしていた前側をまた見てやろうかな、うんうんうん、ブロックしてたら僕は LINE が来ないわけじゃないですか。そうです、ね、うん。それも YouTube で。また。なるほどね。調べてたら出てきて、先生が出てきました、うん、で登録したら、あ、俺も元登録してたあいつやみたいな、でブロックを解除しました。どうですか、昔ブロックした時の印象とその時の印象って違いました？改めて見た時は昔はなんか暗いような、うん、もうおぼろげですけど、そんなイメージ。新たにこう見つけた時はどんな雰囲気でした？画質も明るかったんで、うん、シンプルに画質の問題が、みたいな雰囲気がすごいなんか変わったなと、うん、あとは長く続けてるってそれなりに売り上げあるじゃん。なるほど、なるほど。これちょいちょい言われますよ、ね、言われますね、うん、ずっと第一線でやってるみたいな、うんうん、もうだって10年ぐらいやってますからね。10年ぐらいやってますからね。そうですよね、うんうんうん、まあ、そんな感じでね、まあ、必要な時期になったからっていうところもあって参加しようかなと思っていただいたと思うんですけど、なんか決め手はあったんですか？決め手は前川先生が運転してる時の車がベンツだったっていう、あ、なるほど、それが理由なんですか？そうです。なんでなんで、車好きなんですか？車、僕が欲しいやつ乗ってたんですよ。ああ、なるほど。で、価格って知ってるわけ。はい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 、はい。これ普通の人乗れない。うん。そうするとやっぱり嘘じゃないなっていう。ああ、なるほど。合宿行ってくれた時乗ってくれたらよかったじゃないですか。先輩がいたんで。あ、う、あ、ん、なるほど。譲りました。ああ、そうかそうか。そうですよね。確かにだね。そういうことか、そういうことか。でも確かに、そうか、まあ自分がね、乗りたいけど乗ってたっていうところもあるし、あとはやっぱり結構受講生さんとかも成果とかのやつも見られたりはしてたんですか？結構見あさりました。あ、見あさる。見あさる。そうですね、うん、こんな人いるんや、こんな人いるんや、面白いんですか、それ見てて何を感じるんですか、それでいろんな人を見てどういったのをその動画から吸収されるんですか、うん、
売り上げがこう伸びる、うんうん、これは本当かどうか分かんない、はい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 、実際のところ、うん、ただやってきた流れが結構信憑性で、まあリアリティ、リアリティがあるやつがいっぱいあるじゃん、こういうことやってきてっていうところで、あ、なんか本当にいけるんじゃないかって自分自分が、だったらもう見やさったのか、うんうん、もっと自分がしっくりくるか見てみて、こんなやつでもいけてんだ、こんなやつでもいけてんだと思うんですよね。そうそうそう、あと結構あるあるが、あの近くの同じ県とかね、近くの地域の人見たりとかも結構あるって。どうですか、近くの人見たりしました？千葉は知らなかったです。あ、とりあえず県っていうか、とりあえずどんなやつやねみたいな、アルバム見てやろうみたいな。そうそうそう、結構あったから大変でしたね。じゃあね、そうそうそう、印象に残ってる人がいます？なんか50万の人が、うん、松井先生って人なのかな、うん、なんかずーっと売り上げ20万ぐらいで、はい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 、奥様にも嘘ついって言ったのかな、うん、なんか、うん、あ、黙ってだ、20で20万ずっとやってて、うん、でそれを10年ぐらい続けてた、うん、ほう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 、すっげえ精神だなこの人みたいな、確かに、うん、やばいな、うんうんうん、でもそこの人が110万か20万言ってましたね、でしょ、じゃあいけるんじゃないかっていう感じなんだ。どこで響くか分かんないですね。いやいやいや、多分ズームのあれですよね。そうです、現地に行ってないやつも見てくださってたんで、そうすごいな、マニアですね、めちゃくちゃマニアです。マニアですよ。そんな風にね、じゃあ見てくださってたということで、うん、もう俺にもいけるんじゃないかということで、うん、まあ約10万円からのスタートです。で、私は確か説明会の時にスタッフも言わせてる時に大丈夫かなってすごい心配した覚えがあるんですけども、実際どんな風に変わったかっていうところで、数字の方からねちょっと教えていただきたいんですけども、もともと開業当時約10万円で、最高売上は何月にいくらぐらい？120万を超えたっていう。いいですね。最後何ヶ月目で超えたんですか？まで10だったら8ぐらい、8ぐらいですね。その前も100は1回超えてるんでしたっけ？耐えさせてもらって4ヶ月目。早かったんですよ、割と。100で、うん、今のところ一応100は切る。おー、すごいんです。させてもらってる状態です。最高だけど、120だったんです。20っていうところ、うん、いいですよね。あと単価とかも変わったんですか？単価は6600円から8000円にすぐ買いました。すぐ買えた。ちなみになぜそれは？一番最初に、懇親会の隣に座った人が石川先生っていう、はい、あのすごい売り上げですね、はいはいはい、その人に行ったら1万2000円と、うんうん、ちょっと基準値が一気にバグっちゃう、もうこれ8000かなみたいな。いや、いいっすね、軽くていいですね、その次の日に買いました。すごい。チラシ片面でも5人ぐらい来てたっておっしゃってたんですけども、うん、現在はいろいろなことされて、今って新規は大体どれぐらい来るんですか？10以上は行く。いいですよね、一応具体的にこう聞いたんですか？そうそう、この辺りをねちょっといろいろね聞いていきたいなと思うんですけど、実際何したのっていうところで、うん、チラシをもともとされてた中でメソッドに入られてからもチラシはされてるんですか？そうですね、うん、メソッドのテンプレを真似させてもらったのと、うん、あとは先輩方がこれ良かったよっていうのをいっぱい作って、うん、まあ、どれが当たるか試して、まあ、全部試したんですけど全部反応があったんで。ああ、いいですね、うん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 。結構そのチラシとか毎月どれぐらい巻いておられたんですか？入ってから2ヶ月ぐらいは、うん、なんかとチラシ作成とか、うんうん、7000枚、8000枚にすると、うん、11月以降は絶対1万枚って感じで継続して、うん、すげえ。いいですよね、ちゃんとこうチラシもなんだかんだこう、うんうん、うまくいかなかったやめる方も多い中で、うん、ちゃんとずっとしてたっていうのも偉いですよね。すごい。ウェブ系はどうしてんですか？ウェブ系は中島先生とか見てもらったりとか、うん、添削してもらったのを出して、うん、意外にそれが反応があるんで、うん、変えるに変えれない、なるほど、あ、なるほど。ウェブからも集客できてますね。そうですね、うん、ちょいちょいは。大島さんの中でウェブ系、特にホームページとかってどういう考え方で作られてます？はい、僕が逆の立場だから、うん、権威性っていうんですか、うんうん、がある人の方がなんか安心できる、はいはいはい、でこのヘッドラインの下に牽制を出して、うんうん、一発目からあこの人安心できるなみたいなのを見ると僕ちょっと見ちゃう、うんうんうん、そういうのを牽制出してから、うん、あとは患者さんの声とお店との教えてもらった通りにやってる感じです。大島さんの中でこう牽制ってどういうので牽制を見せてる感じなんですか？前教えてもらったお医者さんからの推薦状とか、はい、ちょっとこう敷居というか、うんうん、地が高い人からのおすすめの声っていうのをいただいて、うんうんうん、安心させるようにしてます、うんうんうん、インパクトガーンってやってますね。そうです、うんうんうん、そこまでこだわったものと、あとは、ね、このメディアミックスっていうところも、そんなんやったんですか？うん、意識されてるところで教えてもらいました、うん、
僕の中でもあの合宿行った時のふざけてる大島さんしか知らない。あ、楽しかったですね。本当にあのだからチラシからホットペッパービューティー持って行ったりとか、ホームページ持って行ったりとか、あと LINE に持っていくっていう囲い込みですよね、うんうんうん、その辺とかって学んですぐ取り入れられたんですか。学んで QR コードですか、うんうん、あれ変えるだけじゃないですか、うん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 、動線を、うん、それをまあ変えて試しただけ、うん、その動線にあの YouTube は入ってないですか。噂の YouTube は入ってない。噂の YouTube はもうちょっと質を上げたいいろいろあるんですよ、ね、YouTube すごい面白いんですけど、面白すぎて今非公開になってます。そうですそうです。本当になんだかんだあまりよく分かってなかったっていう状態から言われたことをこの即試していかれるっていうところ、はい、うんうん、大島先生すごいこのあたりが強いなと思ったのと、あとリピートとかも結構こう単価も上げたし、回数券も新たに入れたんですね、うん、そうです。なんでちょっと私はリピート落ちるんじゃないかなとかって思ったんですけども、うんうん、どれぐらいですかリピート率は。そこまで変動はないんですけど、うん、7から8と結構いいですよね。回数券になったのに8割あるとかはいいですよね、うんうんうん、回数券であっても単発であってもリピートは取れるって感じですね。そしたら今リピートはそうですね、ちょっと悩みの浅い人のカウンセリングはもうちょっと強化しないといけないかなとはいうところですけど、うんうんうん、単発でもお、それは素晴らしい、うん、実際どんなところ意識したとかあるんですか。人によって音楽変えたりとか、そこまでするんだ。めちゃめちゃ考えてるじゃないですか。えらい考えてるんですよ、でも分かってましたよ。他にはあとは匂いとか、うん、自律神経系だったらもう電気一気に全部消して光をもう遮断したりとか、あとは服装を変えるっていうか、まあ、ちょっとこれは実験なんですけど、うんうん、この月はこの服装とか、うん、この月はこの髪型とか、変えたんですよ。どういう風に反応出るかなっていうのを試しまくりました。ここまでやれるのもすごいし、あと問診する場所も変えてたっていう。あ、そう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 。それで性格っていうか変わるのかっていう。あ、そう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 。面白いと思って。めっちゃテストしまくってますね。こっち側。こっち側が椅子なんで、うん、左とか右とか。うん、で今度そこやって左右とか。試しまくりました。これはなんか広さがあるからじゃんとか思われるかもですけど、うんうん、両手できますしね。そうそう、すぐできますよね、うん、明かり消すのめっちゃいいと思いました。うん、本当ですか。やっぱり人によってリラックスしやすいとかって、うんうん、前川先生どうですかこれ聞かれて。なかなかない。すごい、そこまで大島さんがいろいろテストしてると思わなかったですもん、うん、あんま言わないですもんね。言わないんですよ。そうそう、うん、だからこうやっていろ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 試されて4ヶ月とかで100万を超えられたし、うん、結果今12倍になってますもんね、開業してから。まあ、そうです。あとは患者さんに内装も聞いてるんですよ。わあ、どうしたらいいですか。一番いいですね、でもね。これできない人多いですよね、うんうん、一番いいんだ。患者さんに聞いたら答えが全て出てくるんで。なんで聞こうと思ったんですか。そもそもここのお店自体はテストなんですよ、全部、うん、ここでできたらもう他でできるでしょみたいな、うん、全部スモールでやってて、うんまあ、内装も何もやってないですし、うん、こういう感じなんで、うんうん、なんで全部僕の地元にもの作り大学ってのがあるんですよ、うん、全然話違うんですよ、うんうん、この大学って未完成で作られたんですよ、うん、学生が作ってるんですよ、うん、学校、うん、でどんどんどん完成度作ってるって感じ、うん、でもそんな感じで未完成のまま始めて書いていくみたいなのをやってる、うん、だからここベッドね置こうと思ったのに物置になってます。そうです。そういうことか。いい考え方ですよね、うん、これ失敗したら終わるぞみたいな意気込みでやるんじゃなくて、うん、俯瞰してものを見てるというか、うん、確かに最初からもね展開していくって話してましたもんね。そうです、うんうん、そんな形でやっぱりちょっとね目線がちょっと違うのかなと思いながらお話を伺ってるんですけども、うん、とはいえすごく器用にというかね、うん、アイディアを持ってやっていかれてたんですけども、はい、実際どうでしょうか。もしあの時入ってなかったら今頃どうなってただろうみたいな。単価もそのまま状態だったと、上げるっていう選択肢はなかったのと、うん、相当遠くじわりじわり上がってって、うんのかなみたいな、単価10万60万ぐらいなってるのかもしれませんね。ああそっか、うん、そう思ったら時間はかかった感じはしますよね、どうしても、ね、賢いからね結果出たやろうってね、うん、多分入んなかったら回数券も作られてなかったんじゃないですか。回数券作ってたかもしれないですけど優先的にそっちを売るというか、うん、売り上げを立てるために今までやったことなかったので、うん、でも単発で今までやってきた、うん、実はありますよみたいな感じのスタッフだったと思います、うん、YouTube は入る前にやったんですか。入ってくれたんですか。入ってくれました。いじりたがりますけどね。うん、実際でもそんな風にやっぱ開業したらまあ来るんじゃないかなっていう方って、うん、いっぱいいらっしゃると思うんですよ、うん、そういう人からしたらもうこの VTR こそが
希望の光みたいな見えてる人もいらっしゃると思うので、うん、危険告知みたいな感じで、ね、ちょっとね、あの、危険じゃないかなと思いながらこれ見てる方に何かメッセージがあればお願いしてもいいですか。今まで10ヶ月ぐらいですか、入らせてもらって思ったことは、技術じゃないな、もうそこに尽きるというか、まあ、ないといけないんですよ、でもまあ半分ぐらいでいいのかな、マーケティングというか、感情をちゃんと考えて、コミュニケーション取れば、それは来るんかな、あとはまあ集客っていう部分においても現れないといけないので、まずは準備しましょうと、しまくってしまくって、しまくれば、どうにかなるかな、っていう形です。なるほど、重いですね、でも本当に前川先生も今開業前の方もよく入られてますけど、最近多いですよね、開業前。やっぱ準備してからとか準備しながらの方がやっぱり開業いいですよね、絶対ですし、まあ、こんだけ開業前の人がマーケティング学び出してたら、開業しててマーケティング学んでない人が一瞬で多分食われると思うんですよね、初月で100万とかバンバン出てくると思うんで、そうなったら今5、60万の人って本当に売り上げ下がっていくんじゃないかなと思うので、必死こいた方がいいですよ、大島さんが裏でめっちゃ言ってました、準備っていうところがね、大事だったんだというのをね、開業してすぐちょっと痛い目に見られたからこそっていうところも ね、はい、あったと思います、では最後にね、まだまだこんなもんじゃないぞっていう今ところだと思うんですけども、今後ね、どういう風になっていきたいかっていう展望も最後教えていただいていいですか、まず埼玉と千葉を安定させつつあるのかな、まあ、最低ラインとして、でそれをスタッフに落とし込みというか、スタッフにも安定させてもらってまずいいのを任せるってことと、ここ展開として一般人向けに講座をまず作って、でそこで一般人の人を、まあ、整体師みたいな感じで教育して、就職先をうちで作ってあげて、それで少人数制で展開していくっていうのがちょっとこの展望です。めっちゃいいと思う。これすごいね、あの、いいビジネスモデルなんでね、ぜひね、叶えていただきたいです。早く叶えた方がいいです。早く叶えたらまた次の展開できます。ですよね。はい。今年中に動きたいので急ぎましょう。はい。すごい楽しみです、本当にね、叶えていかれると思うので、ぜひね、私たちにそういうね、方の見せていただけたらと思います。はい、はい、というわけで今回ですね、大島先生にインタビューをお伺いしました。はい、大島先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。